津港にやってきました、この木更津港のですね、あの中之島大橋の正面のところっていつも船が止まってるんで意外と見晴らし悪かったりするんですけど、おそらく今日のイベントのためだと思うんですが、正面の船どけてるんで、良さそうですね。で、今日の狙いはですね、夕方、もしこのまま天気が良ければダイヤモンド富士がこの橋越しに見えるかもしれないということで、その撮影と、あとは夜ですね、このイベントの一環で花火が上がるという話なので、そこまでの撮影をしたいと思っております。なんか釣りの人いっぱいいるな。で、こっからだとちょっと遠くに見えますけど、木更津内港公園で、今いろいろお店が出たり、ステージイベントがあったりと、にぎやかにやってそうなので、ちょっとそちらの方に、向かって様子を見てこようと思います。内港公園の駐車場止められないかと思ったら普通に中入ってますね。ちょっと遠いところに止めちゃったんで損したかもしれないですけど、さあこの手のイベントは大抵知り合いがたくさんいるんですけど、誰かいるかな。とりあえず状況も何も分かんないので、一回りしてみたいと思います。動画撮るのに良さそうな場所も探しながら歩こうかと思います。だいぶ西日なんで結構きついっすね、ここの丘の上は結構景色が良くて多分富士山も見える位置なので、すでにカメラマンさんが何人か来てますね。やっぱここかな。なんか会場の案内をしながら MC の方が喋ってますね。ぜひ皆さん立ち寄りを見てください。よろしくお願いします。スマホ。すごい。ビデオに映って大丈夫？恥ずかしい。恥ずかしい。アメです。なぜかアメちゃんをくれるそうです。そうなんです。今日はイベントということでどうぞ。はい、じゃあください。何があるの？何でもあります。もう懐かしいアメから。カンバーメンしよう。超懐かしい。あ、好きですね。好きです。いいですね。ありがとうございます。あの頃を思い出して。あの頃。どの頃だ。ありがとうございます。とんでもないです。はい、オリビエ・オドランさん。知り合い。なんかブツブツ喋ってるなと思ったら。今日は出店じゃなくて遊んでる人です。今日は遊んでる人です。じゃあ一回りしてます。いってらっしゃいませ。楽しんで。はい。なんか超いい景色になってます。いい景色バックで。じゃあねー。じゃねー。こういう感じでこういうイベント会場を歩いてると大抵知り合いに会います。カメラマン発見。ついてくれるかな。無理だ。お待たせいたしました。 Ladies and gentlemen, please welcome Wakana and 松本かな。 Here we go。 おすすめです。はい、スケイ工房さんでした。そしたらおすすめは、多分知らないと思うんですけど、クロハゲっていうお魚。クロハゲ。そう。あ、初めて聞いた。食べます、ちょっと。ちなみに名前は、なんて読みます？ヒワサと読みます。ヒワサ燻製工房さんだそうです。四国の徳島県からわざわざ木更津にいらっしゃったそうです。クロハゲのスモークをちょっと試食で一口いただきます。ああ、本当だ、濃厚だ。お酒は飲めないけど。あ、飲めないですね。飲めないけどうまいです。好きな味です。あ、和田パンさんだ。お久しぶりです。なんかご無沙汰してますよね。めちゃめちゃご無沙汰です。今ビデオ大丈夫ですか？夕張撮ってるくせに。名物、和田町クジラのサンドイッチ。出た、クジラ。元気出してもらう。
ホットサンドか、クジラのホットサンド。これはいいよ、元気出るもん。本当にいいとこだから遊びに来てください。遊びに来てください。和田パンさんは和田町です。ぜひいらしてください。それでは、また自分でした。ラクトさんは話して、誰がどこにいるかわかんないな。懐いた。今日は出店ですか？出店です。今日は どんな商品がおすすめでしょうか？今日はフラバーとオルゴナイトです。大量のインコがいます。大量のインコがいます。可愛い。あとアクセサリーが、はい、オルゴナイト。お店の名前は何でしょう？森萌えです。森萌えの小夏さんです。伊藤野菜の村上さんと、いや最近お痩せになられたラクダ。何のお店ですか？ラクダ工房といいまして、はい、手作りの雑貨とアクセサリーのお店になってます。はい、今日のおすすめはこちらです。今日のおすすめ、 あるんだ普通、はい、クジラです。あ、クジラだ。それでは頑張ってください。村上さん、さっきいなかったからちょっと、伊能野菜の村上さんです。今日のおすすめは何でしょうか？キクラゲです。お、キクラゲ。はい。熱湯でサッと湯がいて、はい、冷水で締めていただくとお刺身として食べられます。なるほど。はい、ではでは頑張ってください。はい、ありがとうございます。時間的にはちょうど今がダイヤモンド富士なんですけども、やっぱり雲が出てしまいましたね。あの青空出てたんですけども、富士山の方角に結構厚い雲が、溜まっていて、残念ながら富士山を見ることは、できませんでした。まあ、結構ね綺麗な夕焼けなんで、このままちょっとタイムラプスを撮りながら、この後、6時半だったかな、ちょっと時間が曖昧ですけど、そのくらいになったら、花火も上がるみたいなので、そちらもちょっと期待してみたいと思います。というわけで、残念ながらダイヤモンド富士は出なかったんですけども、最後の花火をですね写真に収めて、イベントは無事終了となりました。会場となった木更津内湖公園ですね、こちらは今、出展されている皆さんが、片付けをしている感じです。まあ、多分ね今日で夏最後の花火になるかなと思うんですけど、次は10月に君津で花火ありますので、そちらも撮りに行く予定です。そちらもお楽しみにという感じです。それでは今回はこの辺です。さよなら。